はい、中村翔太です。こんにちは。昨日福岡から帰ってきました。一昨日まで、福岡でワークショップをやっていて、参加してくれた皆さんありがとうございます。で、今日は動画じゃなくて音声なので、動画は画面は動きませんが、そのまま見ていただけたらなって思います。まあ、ラジオみたいな感じで聞いてもらえたらいいのかなって思いました。はい、じゃあ今日も話していきたいなと思うんですが、最近僕が改めて感じているのは、もう2月もだいぶ後半ですけれど、この2月を境にまたさらに、簡単に言うといろんな面でやっぱり加速しているなっていうのをすごく感じますね。これは目に見えるところも見えないところも、つまり意識も現実もってところですね。そうですね、またね、今年の節分を過ぎたっていうのもまたね、一つのポイントですし、また次の春分っていうのも、いつもに増してまたパワフルなので、そうなってくるともう僕たちの深いところの意識がどんどん準備を始めますよね。なので、とっても加速していっています。やっぱり今ね、目覚めていくことに対して興味を向けていたり、そしてもっと言えば行動をしていたり生き方を変えていったりする人っていうのは、もうどんどんそっちに加速していきますね。とにかく今の時期に目覚めていくっていうことを加速させていきたいな、もっとこう大きくそれを明確にしていきたいなって思うのであれば、まず一段階として真実の自分の在り方っていうものに興味を持つことがすごく大事ですね。そしてさらに加速していきたいなと思うのであれば、興味だけではなく、生き方にしていくことですね。本当の真実の自分の自分に対して素直で、そして、出てきた周波数をどんどん手放していくっていう在り方、生き方っていうのが、いうのをなんかちょっとやってみるとかじゃなくて、もう生き方にするぐらい、習慣にするぐらい、自分の人生に取り入れるっていう感じ、それがねすっごい大事なんですよ。だから第一段階は興味を持つなんだけど、もうねこのタイミングで興味っていうのを持ってる人で目覚めていくっていうことに、さらにこう、自分の人生意識を進めていきたいなと思う人は、生き方っていうところを目覚めていく自分っていうところにしっかりとシフトさせていくとすごくいいと思います。特に今年の春分ですね、3月の春分、僕は宮古島でリトリート&ワークショップなんですが、その春分の日までの間に特にこの自分の新しい生き方をできる限りで習慣にしようとやっていくと、この春分後にすごい大きな、またさらなる加速を体験することになると思います。なので今はね、もう本当に ある意味ではあからさまに自分自身のその意識の開いていくっていうのを早めていく、さらにこう爽快に進めていくには、今言った習慣にする、生き方にするっていうのが大事だと思うんで、ピンときた方は大事にして見ていただけたらなと思いました。もうね、本当にね、これは僕の中で捉えている感覚なんですけれど、もう本当1ミリでも自分の意識が動くと、本当にそれがね、もう圧倒的に時差がなく現実にやっぱり映し出されてきますね。もうね、自分の意識がこの現実というスクリーンに反映されるまでのスピードがもう本当に速いんですよ。だからね、加速してってるんですね。だから本当にある意味ではもうこれまで以上に、なんていうかな、こうリアルタイムに自分が使っている周波数を現実を通して確認できるので、もうどんどんね、なんていうのかな、自分が今何を外していったらいいのかっていうのが、もうこの現実を通して自分の内側をと向き合ってると、すごいたくさん確認できると思います。なので僕自身も統合をなんかね、これまでよりもねたくさんやってますね。やっぱりこう現実を通して自分の中の持ち物確認が、すごくこうリアルタイムにというか、なんていうのかな、加速している分、小刻みにペースを速くして確認できるように、
なってるので、もうどん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 手放して自分の波動意識を開いていく、上げていくってことがもうね本当にできる時期だなって、感じてるんですよ。だからもう目覚めていくっていうことを決めた意識にとって、なんだろう、もう本当にまあ豊かなことですよね。持ち物確認をしてそれを手放して、そして本質の自分に戻っていけるっていうことは、その目覚めていくって決めている人たちにとって本当に豊かなことなんだろうなって。だって自分の魂がやりたいなって思ってる目覚めていくってことを起こすための持ち物確認がやっぱりすごいこうまっすぐ起こってくるわけなので、はい、なのでこれをある意味では、あ、これはすっごくチャンスなんだなって見ていくことができると思うので、たくさんねこのタイミングに新しい自分っていうのを使って表現してみていただけたらすごくいいんじゃないかなって、思っています。やっぱり2019年の間にもう本当にね人の意識っていうのはね開いてきてるんですよ。自分じゃ気づいてないかもしれないけど開いてきてるんですよね。なのでこれまでの眠りの意識と、自分の体の外側に広がるハイヤーセルフの意識っていうのが、その間にあった壁みたいなものが薄くなってきてるので、今僕たちがこの頭じゃなくて、例えばハートとか自分の宇宙意識からやってくるものとか、そういう、真実の自分の色を使っていこうって耳を澄ますと、これまで以上に必ず聞こえてくることになりますよ。なので例えばそういうチャネリングって呼ばれるようなものもすごいしやすくなっている時代だと思いますし、結局チャネリングっていうのは自分ではない他人と話してるっていうことではなくて、自分の体の外側に広がっているすごく大きな意識があるんですけど、それをよくハイヤーセルフって言ったりしますね。その大きな意識の中に、例えば大天使なんちゃらとか、アセンデッドマスターとかっていうのがいて、その大きな自分の意識からダウンロードしてくるのがチャネリングなので、本当はね外の意識、外に何かがあるわけではないんですね。ミカエルっていう人、大天使ミカエルっていう人とチャネリングをするのであれば、大天使ミカエルがなんか外にいるわけじゃなくて、つまりはまあ自分の中にいるわけなんですね。なので自分の中のミカエルの部分とお話をしてるっていうのがチャネリングなんですけど、やっぱりこれが意識が開いてきて、眠りと目覚めの意識の間にあった壁が薄くなってくることで、これまで以上にそういったいろんな自分の中にある天使の意識やマスターの意識っていうのとコンタクトがとっても取りやすくなってきてるんですよ。なので今ねまたねこうハートに、自分のハートに耳を澄ますとか、チャネリングとか直感とかそういうふうなものもすっごい使っていけるようになってきてるので、頭を使うっていう生き方じゃなくて、こっちをねもっともっと使っていったら楽しいんじゃないかなって僕は思ってます。もうこのね頭じゃなくてハートを使うとか、自分の体の外側からやってくる大きな意識のインスピレーションを使うっていうのは、これまではねたまにやるものだったかもしれません。普段は頭を使って生きてるんだけど、でもでなんかこうたまに直感を使ってみたり、なんか時折インスピレーションを使ってみたりみたいなね。でもこれってまだね目覚めていくっていう生き方が完全に習慣になっている状態ではないと思うんですよ。これから僕たちは頭もまあっていうよりも、もっとこの自分の体の外側からやってくる大きな意識の方を使っていくことになるので、もうねいろんなこと、自分自身が目の当たりにするいろんなことっていうのを頭ではなくて自分の外からやってくる感覚、自分の外っていうか、自分の大きな意識からやってくる感覚とか惹かれる気持ちとか、ないしはチャネリングとか直感インスピレーション、もうこういうのをねいろんなものに使っていくんですよね。そうすると頭を使うっていう、ちょっとだけ小さなところを使うっていうことを習慣にしてやってきた僕たちが、だんだんとこの小さな意識じゃなくて大きな意識の方を使っていくのがナチュラルになってくるはずなので、そこもねまたね自分自身の生き方の習慣が変わってきますね。ふとこう頭を使ってたところが、もう自然となんか自分のハイヤーマインドを使うようになってきたりっていう風になっていくと、やっぱり目覚めっていうのはすごい早まっていきます。
フォーカスを当てると拡大していくので、まあ、最近はなんかこういろんなワークショップで、まあ、よくこんな話とかもしますね。今言ったような自分の、宇宙意識をもう今実際に使っていける部分がすごく出てきてるので、実際にもうこれを使いながらどん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 新しい自分の扉を開いていこうというお話をさせていただくことがすごく今年に入って増えました。これからもね、もっともっと自分自身の宇宙意識を使っていく生き方っていうのは表現していきたいなっていうふうに僕自身も思っていますし、やっぱり頭っていう生き方からハイヤーマインド、まあ、つまり自分の体の外側の意識を使っていくっていう生き方は、人類が2020年代でもうここからまあ約10年間、10年もかかんないと思うけど、でね、その期間でね、すごく、まあ、一つシフトのポイントなんですよね。はい、なので今からワクワクと僕自身もいろんなところで表現をさせてもらってます。はい、なんかちょっと話そうかなと思ったんだけど、なんかもう10分以上話してるみたいですねはい、まあ、そんな感じで今はね、すごくこう加速してきているっていう話と、頭ではなく自分の宇宙意識を実際に使って生きていくっていう話でした。もうそうやって宇宙意識を使っていけばいくほど、自分から真実の音が周りにどん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 出ていくので、今日はそんな話をさせてもらいました。じゃあそんな感じで、今日は終わりにしたいと思います。今日はね、あれなんですよ、ちょっと話してる後ろで、これ普通に音楽普通にかけてるだけで、なんか編集でつけた音楽じゃなくて、今この部屋の中に音楽が流れてて、多分聞こえてると思うんですけど、ヒーリングミュージックみたいなの、最近とっても素敵な、すんごい素敵なスピーカーをいただきまして、今度これはね、動画とかでも紹介いつかできたらなって思う。もう本当にもうなんつうかな、キュンキュンしちゃうスピーカーでしたはい、それでね、ちょっと今鎌倉のオフィスにいるんですけど、そこで音楽流しながらお話をしていました。はい、じゃあ今日も動画じゃないか、今日聞いてくれてありがとうございます。引き続き皆さん楽しい毎日を過ごしてください。それじゃあさようなら。